10月2 0日、アメリカ司法省と11の州は、Google が反トラスト法に違反したとして、連邦地裁に提訴しました。訴状では、Google がインターネット事業やオンライン広告事業における市場支配力を利用し、競合他社を不当に排除していると指摘されています。アメリカ司法省は、Google が長年にわたり、さまざまな独占的契約を締結し、潜在的な競争相手を、 阻害するなど独占禁止法に抵触する行為を行ってきたと指摘しましたそのためアメリカの消費者はグーグル社のポリシーや個人データの使用に同意せざるを得ない状態だったと主張しましたまたグーグルをデフォルトの検索エンジンとして採用してもらえるようにするためグーグルはスマートフォンメーカーに毎年数十億ドルを支払ってきたと訴えられていますグーグルは現在 アメリカの検索エンジンのシェア率90%、モバイルユーザーのシェア率95%を占めています。上下両院の議員は司法部の提訴に支持を示しました。上院のジョシュ・ホーリー議員は、この提訴は今世紀における最も重要な反トラスト法訴訟だ。Google やその他の巨大 IT 企業が一般アメリカ人の生活を、 コントロールしており、Google は違法的な手段で、その権力を維持していると述べました。会員反トラスト法委員会会長のデイビッド・シシリーニ氏は、今回の司法省による提訴は、Google の検索と検索広告に対する独占に焦点を当てるとともに、地図、ブラウザ、動画と音声アシスタントなどの領域に、その独占的支配力を広げていることをターゲットにすべきだと述べました。Google は、 フォックスニュースを通して、今回の司法部の提訴には深刻な欠陥がある。人々がグーグルを使用するのは自らの選択であり、強制され、あるいは代替手段が見つからなかったからではないと反論しています。司法省とともに提訴した11の州はすべて共和党が優位を占める州であり、今後数週間でさらに7つの州が提訴に加わる可能性があります。これは近年 稀に見る規模の独占禁止法違反訴訟であり、グーグルが直面してきた最も大きな法的挑戦でもあります。今後、アップル、アマゾン、フェイスブックも同様の危機に直面するかもしれません。